お互いに聞いてみたい2つの質問。おお、これじゃ、これだ。レコーディングで苦労したところはありますか？毎回すごい楽しんで収録の方させてもらってるんですけど、うんうん、はい、このレコーディングっていうのはどっちのレコーディングですか？歌ですか？これはそうですね、ロンドさんってすごい難しい曲が多いと思うんで、はい、やっぱりロンドさんの楽曲よくコーラスとかで、はい、桃野さんいらっしゃったりもするので、うん、レコーディングでここ苦労したよっていうところとかあるかなって思って。はい、そうですね、本当に難しい曲だったり、はい、あとボーカルのリホニャンが本当に声が高い、キーが高いっていうのがまずあるので、はい、やっぱり毎回伸びやかな声を出すのがちょっと苦戦したりとかしてますね。そういった時はやっぱり揚げ物がちょっと喉を潤してくれるので、はいはい、そういうのをちょっと食べながら頑張って収録しております。なるほど、はい、ロンドのレコーディングで揚げ物ですってびっくりですね。そうなんですよ、びっくり。ロンドのプロデューサーが毎回ご飯食べさせたいおじさんなんですよ。あ、そうなんですねなんかもう家族みたいですね。そうなんです、もう家族なんですよ、うん、なんで収録現場とかでよくウーバーで何食べたいみたいな。すごい。あ、でもそれ言ったら、はいはい、私たちリリリリも、うん、それこそ中村先生が、うん、近くのタピオカ屋さんとか、あと結構流行りのケーキ屋さんとかがあったりする時があって、レコーディングスタジオを使う場所がまあその日によって違うんですけど、うん、そういう日とかなんか欲しいのあるって言ってすごい買ってきてくださるんですよね。でもいいね、なんかおしゃれなケーキとか流行りのケーキっていうのがリリカルリリっぽいぴったりな感じ。そうなんですよ、私たちロンドンはかなりの高確率で焼肉弁当を食べてすごい、はい、はい、じゃあ肉食な感じで、はい、じゃあ食を食べているということで、はい、皆さんね、新しいところを知ってしまいました青春とお仕事で忙しいけど元気の秘訣とストレス発散法を教えてくださいなるほど。そう、もう毎日学校とお仕事で忙しいじゃない、はい、でも常に笑顔でいるからさ、はい、どっからそんな天使みたいな笑顔が出てくるのかなって。そうですね、うん、それこそまあ、そうだな、青春か。そうだな、まあ青春、まあ学業とかで考えると、そうだな、私結構オンオフをすごいはっきり してて、はいはい、こうはっきりしたいっていう思いで、なのでこう学校ではもう本当にもう前髪下ろすというか、今巻いて固めてって感じなんですけど、はいはい、もうノーセットみたいな、もうストレートでガッて下ろしてもう自分からも髪の毛にかかりながら視界見えてるよっていう世界で生きてるので、なんかこうもう笑顔とかもするけど、うん、なんかそこまでこういうキラキラ笑顔とかではなくなんか笑う時にあはははって笑うぐらいにしていて、で皆さんの前に立つ時はもう絶対に笑顔でいいよって、どんな時でも笑顔でいいよって思っていて、うん、とかですかね。で、うん、ストレス発散法、はい、もうそもそもストレス溜まる方ですか？知らないうちに溜まってる時があったりするんですけど、でもやっぱりレコーディングとか、うん、あとカラオケとかでこうやっぱマイク通して歌うとき結構乗せる、多分私が出てる生放送とか見ている方だと分かるんですけど、はい、音が割れるんですよね、私が喋るとその影響が多分、うん、ストレス発散してるときに私結構大声が出るタイプなんですけど、はい、それが最近日常でも出てきたんじゃないかっていうのはあってなんで多分喋ってるときこうやって声出してることで多分ストレス発散していて、うん、あそうなんですよ。あとなんだろうな、でもやっぱ皆さんのこの SNS で上げてくださった画像とか見てツイートとかで癒されてますね。あら、そうなんですよ、みんなが源、みんながアマネスの癒しなんですね。そうなんですよ。じゃあありがとうの意味も込めて、はい、アマネスの素敵な笑顔でみんなを癒してください。はい、じゃあ行きます。かわいい。D4DJ の、グルミクも含めて D4DJ 内で着てみたい衣装、はい、他のグループも合わせてありますか？一
キピキのしのぶちゃんの衣装とか着たいな。かわいい。そう、すごいかわいいから着てみたいし、なんかロンドンもかっこいい系なんだけど、うんうん、またちょっと違うストリートカジュアルっぽいかっこよさがピッピさんの衣装にはあるので、ちょっとああいったジャンルの衣装を着たいなと思います。これはあまにちゃんは私ですか。私は私なんだろうな。でも私結構暗い服とか好きなんで、うん、それこそ、まあ、ロンドさんの服すっごい着たいんですけど、うん、どれだろうな。でもやっぱ一番着たいなって初めて見て思った衣装は麦ちゃんの衣装全部なんですよ。麦ちゃんの衣装かわいいんですよ。かわいいの世界が詰まってるよね。そうなんですよね、そうだからすごい麦ちゃんの衣装はすごい毎回かわいいと思いながらイラストとかも見ていて、麦ちゃんとあと、まあ、ロンドだと結構ショートパンツ履くの好きなんで、渚の衣装とか着たいですね。似合いそう、どっちも似合いそうだね。やったなんかね、どっかの機会で衣装交換とかしてみたいよね確かになんか、もう全ユニットしたいですよね。ちょっと私マーメイドさんは着れないかな大好きなんですけどね、見てる方としては、あ、確かに見る方としてはね、はい、おおって感じなんですけど、着るときは頑張るぞって、そう頑張るぞってならないとならないと。いや本当マーメイドさんいつもすごい美しいから、美しい、もう本当に裏でも、あの、こんな努力してるんだっていうのがあってすごいんでね、まあ、それはぜひそのうちマーメイドさんから皆さん聞いてください。はい、理想のバレンタインのシチュエーションはかっこやってやってちょっと待ってください。やってほしいよね。モノノさんやってシリーズ多くないいやーやった見たいじゃん。なるほどな、みんな見たいという顔で見るんじゃないよそうだな、理想のバレンタインか、うん、まずシチュエーションを説明してください。私が渡すのに理想のシチュエーションですか、うん、あ、どっちがいいですか。あ、じゃあちょっとじゃあつんこさんで表しますねつんこさんにチョコ渡したい気分なんですけど、うんうん、そうですね、それこそまあじゃあ、どうしようかな。じゃあつんこさんと同い年だとする、同級生だとする、うん、学校の裏側のお花が広がってるところで呼び出して、うん、で、あ、でもちょっと待って、あー階段でもいいなそうだな、そうだな、でも放課後、絶対放課後、うん、で、もうみんな結構帰ってるか、あの部活中で絶対階段、うん、そうだな、階段にしよう、階段の踊り場、階段の踊り場で、もうあんまみんないない時間がいいかな、夕方ぐらいので、その時間にこう呼び出しといて、あ、違う、もともとなんかつんこさんにあのバレンタインの話を普段からしてってみたいな、でなんかこういうチョコ食べたいなって言われて、あ、そうなんだって思いながら一生懸命練習して作って、それをあのこの私が呼び出して、そしたら何って、もう分かってるのに来る、分かってるのに何って言ってきて、でそこであの実はって言って渡したい、で、あの、え、いいのって言って、ありがとうって言って、でそこからの何とも言えない気まずい空気感が出てからの、なんかあの部活が終わった子たちがあのゾロゾロと出てきます。でその中で誰か、あの誰かのその部活の終わった子たちのその荷物持ってるからみんな前が見えてない、うん、その中でつんこさんにぶつかってしまう、うんうん、そしたらつんこさんが私に壁ドンするそのぶつかった衝撃で、うん、が壁の近くにいたんでね、うん、それであのワオっていうので、で気まずってなって、うん、そのまま顔真っ赤にして帰りたい。あれ渡さないのあ、もう渡して渡した渡してで、あ、みたいな、もう気まずいってなりながら、うん、ごめんみたいな感じで、じゃあまた明日って言って帰りたいです。あー、かわいい。じゃあそれをちょっと全力でやっていただけますか。全力で、全力で、じゃあここでやりますね、はい、じゃあ、いや頑張って作ってきましたで、じゃあつんこさんです。じゃあ何だけやるね。あ、そうですね、じゃあ、ごめんね呼び出しちゃって。何あの、この前話してたあのチョコ頑張って作ってみたんだ。ありがとう。
ありがとう。じゃあ それだけだからしーんしーん気まずい。あ、ゾロゾロゾロ、はい、来ました、来ましたからの、あのもうここの距離なんでね、ここの距離なんでね、本来は。でそれでここら辺にはもう壁がある。でそれで、ああのゾロゾロゾロって来ました、ドン、ぶつかっちゃった、ドン、こうしてこうなって、それで、あ、あ、気まずいという空気、もう顔近いし気まずいという空気、あ、ごめん、あの、私もごめん、つんこさんもごめんってなって、それで、あ、じゃ、で、つんこさんが、あ、ごめんって言って離れました。そしたら、そしたら、あ、じゃあまた明日で、あの、帰る形ですかね。すみません、ちょっと長すぎたみたいで、そろそろ次へって なんだよ、すみませんね、なんだよ、今の時間何だったんだよなんだよ。まあね、こんな青春を送ってみたいっていう、はい、私のバレンタインデーを送りたいっていうやつでした。はい、でもね、まだね、14日までは時間があるんで、つんこちゃんとそのシチュエーションできるかもしれないよね。頑張ろうはい、そんなわけでですね、もう恐ろしいコーナーでしたね、はい、ということで、お互いに聞いてみたい2つの質問のコーナーでした。はい、じゃあみんなで飲もう。うん、お水って最高。はい、みんなね、あのちゃんと飲み物ね、あの飲み干してってね、ね、はい、ありがとう、飲んでくれる